見えないんだけど。503504。あ、じゃあこれ？これが505。あった、ここだ。ここだ。これ？これ。雪だまず地面固めないとだよな、うん、こんにちは。こんにちは。チャンネルイノバです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、本日のキャンプ場に到着しました。はい、ここどこでしょうか。こちら福島県にありますエンジェルフォレスト那須白川さんです。はい、昨年同様こちらに雪中にやってまいりました。はい、今年もすごいことになってますとてもじゃないけど社外ではできませんでした、はい、なので今社内からオープニングを撮っています。はい、で、今回の雪中キャンプは、はい、なんと4泊5日の長期滞在。イエーイ。ママが熱望者私です。どうしても長期滞在したいということで、はい、うん、今回は4泊5日でちょっとね、はい、長期滞在したいと思います。はい、山ごもりです、はい、ただ食料と調達で山は降りないという規約になってますので、絶対降りない。持ってきたものだけで4泊5日過ごしていきたいと思います、はい、しかも大して持ってきてないっていうあのソフトクーラー2つ分しか持ってきてないという。大丈夫か。飲み物しかいっぱいないっていう。お酒だけあれば大丈夫みたいな。そう、私がね、はい、とりあえず今回は持ってきているものでレッツ4泊5日、はい、やっていきたいと思います、はい。それでは今回のキャンプもご安全に。今日はこんな感じになってます。ストーブが到着いたしました。うちもこたつデビューしました。うちテントに穴が開いたんですよ。うわ、ピキって言った今。ピキって言ったよね今ね。大丈夫。でちょっと本当にすごい降ってるので、うん、ちょっとね撮影の方が厳しいと思うので立てちゃいましょうよ。うん、あのなんだっけ、テントだけ先にちょっと立てちゃいます、うん、ね、また後で、後でお会いしましょう。お目にかかります。はい、一回切ります、はい、よし行ってこよう。立てる。はい、中間報告。テントの設営が今終わりました。あ、雪は止んでくれましたね。今日はこんな感じで、今日はこんな感じになってます。疲れた。風は今日で止むみたいなのでちょっとこれで耐えてもらいます。はい、どうでしょう。もうガイロープも全部張りました。ガイロープ。よいしょ。こんな感じになってますね。じゃあ中をやっていきましょうか。はいよ。危ない危ない。ママはもうこれいらない。うん、なんだっけ、インベータマットか。一瞬見えなくて入ってないのって思っちゃった。いいよ。はい、ストーブが到着いたしました。よいしょ。よいしょ。パパ、グリドル。え？グリドル。グリドルでいい？バンドックじゃなくてグリドル。グリドル。はいはい。よいしょ。
ればいいじゃんじゃない、うん、いいね。点検終了るじゃん。終わりが見えてきたぜ。やっとだよ。そうだね。全国大移動だから。ね。ゆうちゃんダメよ。ゆうおいで。寒い寒いだよ。おいで。抱っこする？抱っこする？おいで。はい、設営が完了しました。ただいまの時刻、じゃじゃん、18時16分ですね。もう中にこもります。よいしょ。ウェルカムドリンク雪ついてるけど。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。さあ、今回本日のキャンプの目玉でございます。うちもこたつデビューしました。イエーイ。うちのこたつは皆さんのようにいいテーブルは持ってないので、ずっとこたつにしたかったんだけどね、高いから買えなかったんだよね。そう、そしたらなんと、なんだっけ、うちの一軍だった、うん、もうずいぶん前のね、初期の初期に使ってたテーブルだよね、うん、それを思い出して引っ張り出したらこれです。この今はアイアンテーブル使うようになったから使わなくなった金麦だけ、普通の白いやつ。そう、普通のこの折りたたみ式の白いテーブル、昔ながらのバーベキューの時に使うような、足が長くなったり短くなったりするやつ。あ、そうです。ここにね、継ぎ足して本当は長くなったりするんですけど、こたつなのでこのまんま、うん、うちが本当に動画始めた初期の頃に使ってたテーブルです。もう今はね、こういうアイアンテーブル使っちゃってるので。なんだ、初期に使ってたけど、実際はもう子供が小さい時に、うん、あ、買ったやつね、から使ってたから、ね、それを引っ張り出して最初に使ってたから。でもう何、キャンプ部屋からも追い出されて、そう、屋根裏に眠れてて引っ張り出しました。再招集しました。これがですね、うちのこたつになってます、はい、で、天板はこの間ジョイフルホンダで、うん、木をね、そう、まあこれの縦横の幅に合わせて切ってきました、うん、これもう、これが天板です、うん、一応上に水性ニスを塗ってるので水をこぼしても大丈夫です、うん、ね、うん、で、うちはこのスモアのテーブルをストーブの前に置いてます、うん、ここでのウェルカムドリンクが向こうに、ウェルカムドリンクってさ、星キャンプさんって面白い旦那さん、ウェルカムドリンクとか言ってたから、うん、パクらせていただきました。はい、今日のご飯は何でしょうか。本日はマルチグリルでビビンバ、石焼きビビンバ、石焼きじゃないんだね、マルチグリドル焼きビビンバを、はい、やりたいと思います。よろしくお願いします。お願いします、はい、まずインゲンのゴマ肉を炒めます。はい、お願いします。つくかな。あ、ついた。ついた。おお。すごいね、優秀。優秀だね。一応ね、これぐらい空いてるから大丈夫だと思うんですけどね。遮熱板もつけました。温度管理はしっかりしてます。はい。まず炒めます。はい。いいですか。で、ここにちょっと塩コショウ、はい、焼き肉のタレ、はい、うわ、曇っちゃった、うちで今ね、曇っちゃった、余ってたやつ味付けします。あ、すげえいい匂い。これとかなくていいか、うん、端に寄せて、はい、家で持ってきました。今日はもう出現したら疲れるだろうと思ってちゃちゃっとやれば食べれるものにしました。
な。じゃん。はい。無理だこれ。硬いね。すごい硬いね。なんで？凍ってるわけじゃないでしょ。凍ってない。寒いからね。うん。で、ナムル、うん、家で作ってますか。はい。今日はすべて家です。と持ち込みです。はい。いい感じ。ちゅうかご飯多かった。やっぱり多かったね。やっぱり多かった。少ないかもしれないとかって、ね。もうちょっと、もうちょっととか言ってた。だいぶ温まりました。はい。さあこれで少し真ん中に乗せて火を強めます。はい。いい音。うん。コチュジャン入れる？ああ、入れる。持ってきた。さすが。ちょっとお待ちください。はい。探すんで。ママのアイテムボックスみたいに。チューブタイプ？チューブ。うん、いいじゃん。今回はチューブにしたの。じゃん。ナイス。コチュジャン。ナイス。コチュジャン。じゃあお好みで。ああ、失敗した。何？失敗した。何？コチュジャンいる？あ、コチュジャンある？うん、ある。持ってきた。うん。どこ？ある？うん。あれ？コチュジャン、コチュジャン。コチュジャン。あ、コチュジャンか。それは良かったです。すげえ茶番だ。お付き合いありがとうございました。な。はい。うわ、いい音ですね。うわ。真っ黒すぎじゃん。これ以上やると？真っ黒すぎじゃん。真っ黒すぎじゃん。怒られるから。よし、いただきます。はい。じゃあ、はい。味？味薄い？うん。焼肉のタレかける？いや。焼き？あとはコチュジャンで。うん。調整します。うん。うちテントに穴が開いたんですよ。そう。インナーテントに。さっき多分ちょっと映ったと思うけど、穴が開いた。穴が開いてるんです。なんか引っ掛けたんだよね、うん、あの腰袋に入れたペグをここから立ち上がった時に引っ掛けたの。ビリビリビリって縫わないとダメ。縫えば大丈夫。いや、これ美味しい、うん、食べちゃうよ、うん、食べられるね、うん、コチュジャンが正解。コチュジャン美味しいね、うん、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。すごい音だね。うん、結構風出てきたよね。うん、いつ収まるの。わかんない。12時頃日付が変わる頃。結構怖いよね、でも音がね。ん？音が怖い。音だけね。うん、そうなんだよね。うん、12時頃には風マークが止んでる。そうなんだ。あれね。うわ、ピキって言った今。ピキって言ったよね、今ね。大丈夫？怖っ。今8メートルになってるね。8？ うん、マジで、うん、8はやばいね。でも明日になったらもう2から6だから全然そこまでは。この木があることによって全然違うね、うん、だいぶ助けられてるのはね、うん、直撃しないから。そうだね。
大丈夫これ。めっちゃしなってんだけど。すごいしなったよね今ね。うん。結構怖いね。うん。ぐにゃってなってんだ。すごいしなってんだこれ。柳のごとく折れないのかな。こうしなって。うん。なんかね。なんとなくね。巻くのは10度あるよ。え、すごい。上がってきたね。ないけど。こいつ未だに4度とか言ってるよ。こっちから寒いのかな。いやそれだってさ、ね、絶対おかしいよこれ。全然ダメじゃん。絶対4度ってことないよね。ダメだねこれ。バカチン温度計だね。4.9 度とか言ってるけどそんなことないでしょ。さあチャンネルいのか。え？温度計事情。はい。まずこの子、これいいなと思ってたんだけど、見た目がね、うん、安くていいのにね。もうこれほらバックライトつくんだよこうって、ね、この子の見立てでは今室内は 5.2 度だそうです。この子の見立てでは。さあうちで一番信頼性の高いこちら一酸化炭素チェッカー、この子も一応温度を測ることができます。さあ何度か見てみましょう。 10.9 度です。ここですね、 10.9 度。ちなみに酸化炭素濃度は0です。こんだけ風通しがいいとね、うん、はい。でうちがずっと使ってる五沢里くんを、五沢里くん下が 11.2 度、これが幕内、上は 11.3 です。あ、11.3? はい。上は屋外マイナス 3.8 度。はい。だから屋内は 11.3 度でしょ。はい。でこの一酸化炭素 10.9 チェッカー君は 10.9、 だいたい合ってるよね。合ってる合ってる。この辺はね。あ、今11度になった。この2人はまあ11度ぐらいを、はい、ですよって言ってくれてるんですけど、はい、この子 5.6 度だそうです。同じところに置いてあるんだけどね。そう、同じところにあります。これはあんまり無理だね、本当に。6度、今6度だけどありえないね。うちの温度計2つとも11度を指してるのに。そういうね、磁石結構強いんだよね。強いね。そう、だから温度以外は気に入ってる。バックライトもつくし、表示も大きくて見やすいじゃん。だからほら温度が気にならない人はいいんじゃん。いや温度気になるよね、すごくて。何を言ってるんだから意味がわからない。これ何系？え？これ何系？谷系。いや違う、これは何？温度計。温度計に温度気に入らない人いないよね。そうだよね。気に入れない人。イエーイ来てる。イエーイ来てる。イエーイ来てる。嘘。顔をやめて、ボディにして、ボディ。あ、ふーちゃん、寝巻きにお着替え？寝巻きにお着替えです。はい、歯を磨いてきました。はい。もう寝る準備ができました。できました。とりあえず。寝ますか。そうそう、時間も時間なので。はい。この辺で、はい、今日はお開きにしたいと思います。はい。また明日の朝、はい、お会いしましょう。お会いしましょう。はい。それではおやすみなさい。おやすみなさい。分かったって言ってんだろ。分かった、ね、分かった。ねえ降りて、起きて、起きて、もうやった。
そうです。いただきます。どうぞ。富山の金さんになってる。てて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 。あ、昨日の夜大捕物があったみたい。そうだ。ルーのこの毛むくじゃら吹雪を誰かに見せたんだ。がいっぱいになったら落ち着いた。さすがに800ワットだとお湯の沸き遅いの。遅いね、うん、なんかさ、俺が見てるその星キャンプさんがさ、うん、このこれこういうシリコンのさ縁でできた鍋、うんうん、前俺ママに言ったじゃん、うん、鍋折りたたみできるんだよ、うん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 、ペコペコって、うん、やっぱりこうちっちゃくなるのね、うん、前にそれをその星キャンプさんで見てママに言ったの、うん、それこの間の動画でもうね切れてた。溶けちゃってる。いや切れてた。あ、切れるんだ、うん、やっぱり伸ばしてこうやってやるから切れちゃう、うん、最初思ったんだよね、大丈夫なのかなって、うん、でもさ、わざわざ作るぐらいだから、うん、なんか対策してるんだろうなと思ってたの、うん、まあ、ここだけ補強強度が高いとかさ、うん、なんか見事に穴開いてたね、うん、だね、うん、なるよね。これもそんなに持たないのかな。だから俺もあ、うちのケトルもなんのかなと思ってさ、うん、ちっちゃくなるのはいいんだけどね、うん、ちょっと気をつけた方がいいと。そうだね。どうだった夜、寒かった？全然全然寒くなかった。全然寒くなかった。めちゃめちゃ快適だ。これ N5 も入ってないけど大丈夫だった？ね、入ってないよね、うん、全然大丈夫。心配で温めてあげようと思うんだけどさ、別々のシラフだから温められないんだよ。そうなんだよ。残念だったな。非常に残念だよ。どう、昨日何度だった？さあ、昨日の最低気温の発表のコーナーがやってまいりました。はい、現在の気温、外がちょうどマイナス0度、まあ 0.1 度になったけど、うん、それぐらいだね。はい、中は暖かいね。 14.3 度。風ないとやっぱり気温、ね、穴開けてんだよ。ここ、ここ開けてるね、うん、風があるとどうしてもさ、風が入ってきて空気がね、うん、まあね、かき混ぜちゃうけど。さあ、発表の時間がやってまいりました。押せばいい？押せばいい。これ？そうだね。はい、昨日の最低気温、はい、マイナス 5.9 度。はい、室内がマイナス 1.3 度まで下がりました。そんな下がってないんだ。そうだね。そうだよね。だってそんなでもないね。凍ってないもんね。うん、全くね、うん、ルーのお水も凍ってないよ。そうだね、うん、去年水凍ったもんね。これルーのお水、あ、凍ってるわ、ちょっと。あ、本当だ、表面が。飲めたのかな、これ。あ、凍ってる凍ってる、表面がね、うん、でもそんなでもない。去年はね、100% 氷だった、うん、ちょっとこれ温めといてあげようか、という具合になりました。カランカランカランってなったもんね、うん、去年ね。去年ほど寒くはないらしい。そうだね。今日の朝ごはん、はい、今日の朝ごはんです。はい、じゃじゃん、じゃじゃん。まず、まあ、定番のヨーグルトでしょ。はい、定番のヨーグルトは向こうへ温まっちゃうから。はい、定番のヨーグルト、そしてパン、フランスパンです。塩バターフランスパン、はい、これをトーブの上のクリドルさんで焼いて、でそれにじゃじゃん、瓶に入った謎の漬物。これは何ですか？これはリンゴバターです。自家製です。はい、なんか信州の方にだと家庭でよく作るって出てた。そうなんだ。うん、リンゴがほらよく取れる地域、うん、ちょっとボケちゃったり余ったりしたリンゴを捨てるのもなんだし、うん、
そういうリンゴでも大丈夫らしいの。もちろんフレッシュなリンゴでも OK だけどね、うん、まず皮を剥いたリンゴを一口大ぐらいに切って、塩水に5分間つけます、はい、水気をよく切って、はい、耐熱容器に入れてお砂糖 40g とあえてラップをして600ワットで5分で、その後熱い状態のままバターを 60g 入れて溶かす、うん、でそこに蜂蜜を大さじ1杯、うん、で溶けたらミキサーでガーッと攪拌してドロドロの状態になって、うん、冷めたら容器に移して終わり。保存は冷蔵庫。そう、保存は冷蔵庫で1ヶ月ぐらい持つって言ってた。そうです、うん、すごく美味しいのでぜひやってみてください、うん、それをこれからいただきたいと思います。あ、またまた、あ、触っちゃったんだよ。あ、パリッとしてきたよ。え、パリッと。キャッチャーミット見てさあ、もう焼けたよ。焼けた、パリッとする。お、早いね。ぬりぬりしてもらってもいいですか。こんな感じのものです。これいいの。どっちでもいいよ。これでもいいし、これ食べるの。これあれ、ママそんだけしか食べないの。食べるよ。うるさいな。あら、美味しそうですね。どうぞ。ありがとうございます。これはね、少ないですね。少ないの。あ、いい、うん、たっぷりつけた方が美味しい。いただきます。いただきます。サクサク、うまっ。うん、また冷たい。うん、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 冷たいね。うん、うん、まあしょうがない。乗っけて焼くとどうなんのこれ。ん、何、うん、これをめっちゃ冷やす。乗っけて焼いたらどうなの。あ、やってみる。うん、熱入った方、うん、口が回らない。熱が入った方。うん、なんだ、バターが溶けるんだよ。味がボケちゃうね。うん、やっぱ冷たい方がいい。うん、冷たい方がいい、うん、急に味がボケちゃう。うん、うん、温めない方がいいです。うん、よいしょ。 0.3 マイナスじゃないんだね。でもマイナスじゃない、何気にプラスです、うん、これ焚き火すれば意外と外で過ごせるんじゃん、うん、日頃の恨みって。なんか焼き鳥久しぶりだね。うん、やばい、100で出た、うん、うわやべえ、いい止めて、バカなの。うちは代々伝わるしゃっくりの止め方があります。